Do you know Minecraft? はい、どうも皆さん、こんにちは。ヨンくんです。今回はね、Do you know Minecraft というマップを作ってみたんで、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。参考程度に見てってください。まずこれ、ドア1個あります。上行きたいです。当てます。閉めます。上がります。まあこれですね。多分これは一般常識ですね、マインクラフターの。はい、次。普通ここは登れない。ここも登れないけど、この柵の上にカーペット置くと乗れますね。で、真ん中に立つと上に上がるので登れます。またこれを、ゲームモード1にして、これがこうあった場合にも、普通フェンスは登れないんですが、こうなると登れます。次ですね。ここ。まあ普通にこうやって氷をこう行くより、これがあった方が早いよっていうやつですね。なんで早いかというと、これは隙間があるので、いちいちジャンプして戻るまでが時間かかります。ですがこれは隙間がほとんどないので、ジャンプしてから登るまでの戻るまでの間が早いんですね。今ジャンプ連打してますけど、全然ジャンプした感じないですよね。だから早く行きます。次。やべえ、熱い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 ってなった時に、大釜の中に水が入っていれば、大釜の中の水を1段階減らす代わりに、自分についている火を消すことができます。3回までですね。次です。階段の裏にシーランタンを設置することにより、光源がちゃんと出てきますね。裏だとこんな感じになっています。逆だ。シーランタンがこう出てくるようになっています。で、最後にマイクラ PC 版だとインベントリーから、花火を取り出すことができません。ちなみに普通にギブで何も指定せずに出した場合は、こんな風に爆発しない花火ができてしまいます。爆発する花火を作りたい場合はコマンドジェネレーターか、まあそれ用のやつがあるんで、またコマンド講座で説明します。じゃあこのぐらいかな。超短い動画だけど、ちょっと今時間ないんで、こんぐらいの動画しか作れませんでした。ご視聴ありがとうございました。それでは、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。